内見主任の物件紹介始まるよ。こんにちは、内見ジョニーです。夕方で少し日も落ちてきていますが、緊急で京都市は中京区でカメラ回しております。非常に個性的なお部屋を見つけましたので内見してまいります。今回ご紹介の物件、賃料管理費共益費は概要欄まで。1950年1月築の木造2階建て、最寄り駅は阪急電鉄京都線西院駅、徒歩10分。コメンテーターには通りすがりの方にご協力いただいております。本日はよろしくお願いいたします。はじめまして、通りすがりです。なんだかよくわかりませんが、お邪魔します。京都、最高です。玄関前、メールボックス。ドアは電子ロック式、自身で設定した番号を入力後解錠可能。半開きですが、通常はしっかり閉まります。植栽がいかにも京都、派手さがございます。おそらくメールボックスですが、開け方は不明。おしゃれあるあるでございます。木製格子の引き戸に電子ロックが斬新。それでは今日も元気に。Open fire. 素晴らしい玄関、地面の石張りに以前の名残を感じます。伝統的な京町屋をベースに所々新たな要素が加わり、とても頼もしい雰囲気です。天井は雨風を防ぐためにクリアパネルの屋根が増設されています。この場所は京町屋でいう通り庭でしょうか、よくわかりませんが胸が躍ります。観光地ということもあり、以前は宿泊施設としての利用もあったとの噂もございます。いいですね。非常口の誘導パネル付き、なかなかパンチが効いていますね。屋根がつくことで自転車を置いたり、雨の日でも作業ができたりします。ゴミ箱、しっかり分別できます。消火器ございます。玄関付近だけですでに見どころいっぱいですね。この場所であれば気軽に雑談しながらタバコをたしなんだり、思わず話に花が咲いて1時間くらいすぐ経ってしまいそうな。もう一日中ここで過ごせますね。まだまだこれからですよ。では失礼します。おー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 おお、こんなの見たことございません。すごいな。素晴らしい天井高、火袋と言われる吹き抜け空間。改装されて創作デザイナーズな雰囲気に変貌を遂げます。まさに京の街ではお手の物といった余裕漂うリノベーション。こちらは台所、いわゆるキッチンでございます。昔ながらの収納スペース、ブラックキャップの利便性を試す空間。効かないという声もありますが、個人的には日本家屋にはブラックキャップでございます。仕上がっております。備え付けの家電類が不要な場合は事前にご相談くださいませ。時代を感じる石材シンク、魚をさばくのに最適なサイズ感。戸棚は開放的な和モダンデザイン。湿気や匂いがこもらないように工夫がされています。ワイングラスがまさに現代仕様ですね。京町屋に乾杯。網目で風通しがいいです。以前宿泊施設だったこともあり、設備は一通り整っています。家具家電を用意しなくてもその日から生活できます。Open fire. 給湯器リモコン、小型冷蔵庫、電子レンジ、大きめサイズにも対応できます。あれはトリックだ。いえ、トリックだ。鏡で抜けているように見えますね。あちらも気になりますが、まずは手前から順に見てまいります。謎の木の塊ございます。動かせそうですが少し重量があります。この謎を解明するのはどうやら次の入居者さんですね。ということで中の間でございます。空気清浄機付き、現在は欠かせないアイテムになりつつあるので嬉しいですね。はい、ということで引き続き中の間、寝室としても使えますが、こたつも捨てがたい空間。木製の引き戸が印象的なこちらは、はい、寝具です。不要な場合は事前にご相談を。もうこれは旅館ですね。毎日が修学旅行です。 Open fire. こちらは約3畳の和室、圧倒的京都感。以前から変わらず今も客室として利用できるようにお茶が楽しめる空間に仕上がっています。エアコン完備。おまんじゅう、和菓子、みかん、締めの緑茶、よだれが止まりません。いらっしゃい、おいしいおかき堂ですか。
玄関とつながっており、ここからお客様を招き入れジャパニーズティータイム。はい、ということでどんどん参ります。こちらは約6畳の和室。孤高の除湿剤、今日も一人でこの場所を湿気から守ります。管理会社さんから絶大な信頼を寄せているようです。京都式ロフト、オープンファイア。ワイドなテレビ付き、旅館のような暮らしを実現できます。空調は全体のデザインを崩さないように木製格子の裏側にひっそりと忍ばせております。普段は襖を全開にすることでより開放感、和の良さを最大限に引き出す洗練された空間です。ワクワクさせるデザイン、こんなお部屋友人にも自慢できそうですですね。現代風にアレンジされることで皆様で楽しめる雰囲気に生まれ変わっています。扉を開けることで風の通り道ができ、湿気を追い出します。パウダールーム、スイッチの癖が強い。大きな洗面鏡の上は湿気を追い出すように天井が少し抜けています。木を主体とし、こちらも和モダンテイストな一品。カウンターとその下のスペースが広めで、化粧品や収納ラックを置くのにも余裕があります。細かなデザインにも力が入っています。浴室乾燥機能付き。こちらは京都、恐るべし、なんと、ヒノキ風呂でございます。給湯器リモコン、お湯張り、追い炊き機能付き。湯船に浸かりながら、庭の景色を眺めることが可能です。なんと贅沢かつ京都な仕上がり。窓は開閉可能で爽やかな風を取り込みます。そして天井には吹き抜けスペース。昼間の入浴時にはまた違った景色を見せてくれそうですね。シャワーパーツも取り替えられており最高の仕上がり具合。こだわりが半端ございません。癖がすごい。これは毎日の入浴が楽しみです。メーターの微妙な振れ幅を楽しみながらのシャワータイム。近代的ヒノキ風呂。たまりません。こちらはおトイレございます。温水洗浄便座、リクシルの滑らかなフォルムが和と洋のバランスを整えます。壁の落ち着いたアクセントタイルもまたおしゃれ。水回りはしっかりセパレートなのも嬉しい限り。先ほど浴室から見えた庭ですが、中の間の襖の奥に秘密がありそうです。オープンファイア。縁側、そしてスタイリッシュな坪庭ございます。プライバシーは隠されており、自分だけのマイヤード。周りの視線を気にすることなく、超至近距離で植栽を眺め放題。ミニトマトやオクラ、ちょっとした家庭菜園も。これはたまりません。上部からしっかり採光を取り入れているのでできそうですね。ベランダがなさそうなので、洗濯物を干すと少し風情が壊れそうな予感もしますが、それも風情でしょうか。こちらは助かります。ドラム式洗濯機、乾燥モード付きで衣服を干さず仕上げます。年代物のこちらは衣服をかけるために使うのでしょうか。あなたのセンスが光ります。最後はこちらのワクワクドキドキスペース。かなり急な階段ですが、がっちりした作りになっています。コンパクトにまとまった京町屋式ロフト。天井は抜けており、京町屋の屋根の骨組みをダイレクトに堪能できます。京町屋ファンにはたまりませんね。書斎スペースとして使うのもよし、寝床にするのもよし、あなたのセンスにお任せします。が、こちらの窓ガラスに要注意。しっかりした作りですが、寝ぼけて突進するとただでは済まない雰囲気出ております。最近イノシシになる夢をよく見るので要注意だな。これはしかしながら、この開放感を出せるのもこの窓ガラスゆえ、基本的には書斎として使うのが良さそうです。ということで、どうでしたか。京都市は中京区、京の街並みから外れることなく現代の様式に生まれ変わる京町屋。古の雰囲気をそのままに、新たな設備で快適さを兼ね備えた非常に頼もしいお部屋でございました。
京町屋、最高でした。突然訪れてワクワクドキドキでしたが、最後は謎の安心感、和の魅力を惜しみなく体験できるお部屋でした。それでは今回はここまで。皆様ご視聴誠にありがとうございました。いやいや、梅雨が明けたと思ったんですが、雨ばかりで嫌になりますね。久々の快晴、私は家を飛び出した。そしてやってまいりましたのは、次回やっぱり言えない、何が出るかは見てからのお楽しみ3。お楽しみに。